どうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえねえ魔理沙。なんだ、じゃじゃ馬赤まんじゅうよ。私はそこまでおてんば娘じゃないわよ。失礼しちゃうわ。まあそんなことよりさ、今日も何か恐ろしいことを教えてほしいのよ。そうだな、じゃあ今回は、女性が遭遇してしまった最強心霊写真9選パート2、を紹介するぜ。今日も心霊写真シリーズで、パート2なのね。ああ、これの初回、パート1が好評だったからな。女性の元に不可解なものが映り込んでしまった写真を9枚紹介するぜ。どれも怖そうね、けど、お願いするの。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずはじめはこの写真だ。昭和と平成の狭間頃の写真って感じね。まさにその通りだな。1990年当時の高校生が修学旅行で広島県の宮島に訪れた時の写真だそうだよ。女子生徒がフェリーの中で写真を撮ってもらったところ、自分の顔に重なる異様な影が撮れてしまったんだ。うわ、本当ね。女性の顔みたいな。あれ、でもこれ、不気味な女性の霊っていうよりは、女子生徒さん本人と顔が似ていない？お、さすが霊夢よくわかったな。その通りなんだぜ。この人影は霊かと思いきや、この女性と自身の魂とか生き霊らしいんだ。彼女自身の霊魂が一瞬離れてしまった瞬間らしいな。そんな心霊写真もあるのね、珍しい。けど魂が抜けた瞬間って、これ結構まずいんじゃないの？ああ。これが長く続いて体と完全に離れてしまうと、浮遊霊のようになってしまうらしい。それはダメなやつね。まあ、彼女自身は何も悪い影響を受けなかったみたいだから、その点は安心だ。それを聞いてほっとした。けど珍しいタイプの心霊写真でびっくりしたわよ。次はこの写真だ。あれ、これはテレビの映像かしら？ああ、これは女優の国中涼子さんが出演していた、あるドラマでのワンシーンだぜ。国中さんの後ろに、頬杖をつく不気味な女性の影が見えるのがわかるか？地上波に霊が映り込んでしまった、と話題になったシーンなんだ。あ、本当ね、不敵な笑みを浮かべているようで、なんか怖い。けどこれはさすがに生きてる人間なんじゃない？スタッフさんの映り込みとかさ。いや、ドラマの撮影でこんな場所にスタッフが映り込むことなんか、ありえないだろ？確かにそうね。そういったことから、本物の霊が映ってしまったんじゃないかと言われているんだよ。ドラマや映画には、霊が映り込んでいることが意外と少なくないからな。これが霊だったら、相当危なそうな存在ね。確かに、相当な念みたいなものを抱えてたのかもしれないな。次の写真に行くぞ。これもまた平成初期くらいの写真っぽそうね。ああ、とあるオフィスで働く女性を写した写真と言われているな。確かにちょっと不気味な写真かもだけど、本当に心霊写真かしら？霊が写っているようには見えないけど。確かに少しわかりにくいかもだけど、女性の肩あたりに注目してくれ。あ、うっすらと人の顔みたいなものが写ってる？正解だぜ。しかもこの霊の正体が、かなり厄介で気持ち悪いぜ。何それ、聞くのが怖いんだけど。実は、霊の正体は女性に長年ストーカー行為を働いていた男だそうだよ。しかもその男性、この写真を撮った少し前に自丸していたんだ。ってことは、元ストーカーが霊になってもストーキング行為してるってことよね？そうなるな。事実だとしたら本当に気持ち悪いじゃない。ああ。専門家が言うにはずっと霊がつきまとっている状態で、即お払いが必要なレベルで危険らしい。悪霊っていうのは、こういう霊のことを言うんでしょうね。女性はお払いに行ったのかしら？今は霊障から解放されているといいわね。次はさっきと似たケースの写真だ。これまた可愛らしい感じの女性ね。これはコスプレが好きな女性が、ある日何気なく撮った写真だそうだよ。背後に男性の顔らしきものが写っているんだけど、あることに気づいて愕然としたんだ。さっきと似てるってことは、ストーカーってことよね？正解だ。そいつは秋葉原の街で突然声をかけてきて、それ以来女性の周りをつけ回すようになったぜ。バイト先や通学先にまで現れるようになっていったらしい。ほんと最悪ね。そしてストーキング行為が少し落ち着いてきた頃、この写真が撮れてしまったというわけだ。それ、なかなか怖くない？彼女のことが好きすぎて、生きたまま生き霊を飛ばすようになっちゃったか。もしくは男性はすでにこの世にいなくて、本当の霊になっちゃったか。私もそのどちらかだと思うぜ。どっちだったとしても厄介だけどな。こういう霊こそ、プロにお払いして滅却してもらわなきゃよね。滅却って、ブリーチのクインシーでも呼ぶ気か？次の写真を見てみよう。これは平成中期頃の写真って感じね。後ろの PC モニターが時代を表していて、懐かしいわ。とある男性が彼女を撮った写真だそうけど、まさにその PC モニターにありえないものが映り込んでしまっているんだ。うわ、最初はわからなかったけどよく見てみると、顔に見える変な影が映り込んでるじゃない。ああ、霊能者が言うには、老婆の霊が映り込んでしまったらしい。
もちろんこの時はカップル二人きりで、高齢女性はこの場にいなかったぜ。じゃあ、なんでおばあさんの霊が映ってしまったの？どうも、この付近を漂う浮遊霊がたまたま居合わせらしいんだ。というのもこの家のすぐ近くには墓地があって、そこの霊がさまよっていたんだとか。じゃあこのおばあさんの霊は、この家に何か未練があったりしたの？そうでもないみたいだ。実はパソコンや電子機器は電磁波によって、霊を呼び寄せてしまうことがあるらしいんだ。それ怖すぎ。じゃあ、スマホや PC を日常的に使う私たちの周りには、もしかしたら霊がうようよ、なんてことはあるかもな。そうだとしたら嫌ぎるわね。念のためにこのカップルはお祓いをしておいたそうだ。みんなももし霊障的な異変を感じたら、白霊神社にて私がお祓いしてあげるわよ。銭ゲバ見込め、変な宣伝するんじゃないぜ。それじゃ、次の写真に行くぜ。綺麗な女性ね、一般の人じゃないわよね。ああ、これはかなり有名な女子アナウンサーさんだぜ。残念ながらアナウンサーさんへの知識があまりないので、この方の名前を知っている方がいたらコメント欄に書いてくれ。で、その女子アナさんの右腕がごっそりと消えてしまっているんだ。あ、本当ね。肘から先がまるっと消え去ってる感じ。体の一部分が消える心霊写真って、怪我とかの危険を守護霊が警告してるんじゃなかったっけ？だとしたら、この女子アナさんは危険なんじゃ。私もそう思ったんだけどな、この写真に関してはあんまり心配はいらないらしいぞ。専門家が言うにはいたずら好きな霊の仕業で、危険性はほぼない心霊写真らしいぜ。それならよかったわ。けどもし自分が写る写真がこんなことになっていたら、心配で夜も眠れなくなりそう。危険はないと言われても、気持ちのいいものではないよな。お次はこの写真だ。これは見るからに変なものが写り込んでるわね。そうだな。これはオーストラリアを旅行中に撮られた写真なんだ。楽しそうに写る女性にかぶさるように、黄色いもやが写っているな。しかも女性らしき影の形をしていると、はっきりと確認できる。ほんと、女性だと確実にわかるわね。けど不思議なんだけど、女性霊が写る心霊写真のはずなのに、あまり怖そうな感じがしないのよ。それはこの霊の正体のおかげかもしれないな。実はこの影は被写体の女性の守護霊で、女性を守っている状態らしい。あとは霊能者が言うには、他の部分にも複数の霊の顔が映ってて、すべてこの女性の守護霊らしいぜ。他の部分の霊に関しては、私はただのモヤとしか認識できないわ。私も同じだぜ。守護霊は女性自身の先祖のようで、この心霊写真に関しては何の心配もいらないようだ。じゃあ、いいものが映ってたってことなのね。こういう縁起のいい心霊写真なら、撮れたとしても悪くはないかも。これが最後から2番目の写真だぜ。お祭りの時の写真って感じね、微笑ましいわ。ハッピ姿のこの記念撮影のはずが、正体不明のものが映り込んでしまったそうだよ。母親が心配になって、専門家に相談したそうだ。どこに変なものが映ってるの？青いハッピ姿の少女の右肩に、黒い手のようなものが映っているんだ。本当だ、かすかに手の指みたいなものが見える。霊だとしたら、おそらく自爆霊的なものなのかもな。確かに女の子の肩をぐっと掴むような感じに見えるけど。けど、そこまで危険な写真かしら？私もそう思ったんだけどな。ネット上では、不気味すぎる、怖いという意見が結構多くあったな。なるほど。私的には危険さがあまりわからなかった。みんなはこの写真には怖さを感じるかな？ぜひ意見を教えてほしいぜ。それじゃあ、これが今回最後の写真だ。最後はガサッとジメッとした、昭和写真ね。そうだな。おそらく昭和中期頃に撮られたものかな？かなり古い写真だと思うぜ。これ、すごく大きなもやが写真全体にかかってるわね。ああ、一見ただのもやに思うけど、実は大きな女性の顔に見えるんだ。じゃあ、本当だわ、かなり不気味、怖い。これは相当に悪い例なんじゃない？さすが、よくわかったな。どうやら某観光地で撮られたようで、この影はここで丸されてしまった女性の霊みたいだ。かなり厄介な自爆霊として、この土地に縛られている状態だそうだよ。それはかわいそう。でもなんで写真に写り込んだのかしら？自分の存在に気づいてほしい、ここで最後を迎えてしまったことを知ってほしいがゆえに、らしいな。でも被写体の女性たちに危害を加えるような意思はないそうだよ。それはよかった。悲しそうな霊に見えてかわいそうだけど、やっぱり不気味ね。本当なら現地でこの女性霊を供養してあげるのがベストらしいけど、どうなったんだろうな。今はちゃんと供養されていてほしいわね。ということで以上が、女性が遭遇してしまった最強心霊写真9000パート2、だったぜ。いろんなタイプの霊が写る心霊写真が見れて大満足だったわ。けど生きように疲れてるような人もいて、ちょっと心配ね。霊も危険だけど、生きてる人間の変な念の方がよっぽど怖いのかもな。みんなも人に恨まれたり、付きまとわれたりしないように気をつけてね。それじゃ、今日の動画はここまでだぜ。
動画へのご意見、各写真への考察など気軽にコメントしていってね。最後までご視聴ありがとうございました。